はいどうも、カードショップ桃田屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。モンドラクコンボということでね、はい、栄光のドミヌスモンドラクということで4744のね、伝説のクリーチャーファイレクシアンホラーなんですけども、1つ以上のトークンがあなたのコントロール下で生成されるなら代わりにその2倍の数のトークンを生成すると。まあ家の焼き払いで3体出すとしたら6体出てくると。まあそういう能力持ちのクリーチャーですね。で、1マナと白、まあファイなんで2点ライフでもいいんですけど、アーティファクトやクリーチャーのうちこれでない2つを生贄に捧げると破壊不能カウンターを置くと。はい、まあこいつが出てる状態で、さらに苦々しい再開が出てる状態で、さらに婚礼の発表、これでプライチ修正がある状態で、土地が8枚あって、白の太陽の黄昏 X5 で打つと。はい、そしたら本来だったら5体毒性持ちのやつがね出てくるんですけど、それが倍になって10体出てくると。でそれを1マナ払ってこれを生贄に捧げて速攻をつけて2210体で殴ると。はい、出してもすぐに2210体殴る。じゃあライフが20点飛んで毒が10個乗ると。だから1試合で、毒殺とダメージ20点で1試合で2回相手を倒すと。まあそういうコンボデッキですね。はい、まあ早速ねちょっとやっていきましょう。ちょっと今日ね喉がおかしいんで声がなんかいつもと違う気がする。さあそれではやっていきます。はい、プレイ。7枚でキープします。さあ苦しい再開、カード1枚捨てます。さあ婚礼の発表、なんだろうね。青白緑、さあターン終了。鏡割りの具は、ボールを置いたか。何のデッキやろうな、フレンズかな。さあ集団失踪、ターンもらいます。
さんへのお手払い。トークンを出して、3体全部で殴っていきましょうか。まずはフォローを倒さんとね。どうなんですかね、特別もありえますかね。まあでも行きましょうか。さあ白の太陽の黄昏 X5 でモンドラックコンボ狙っていきましょう。さあダメージと毒両方でね殺しに行きます。さあ毒、もう決まりましたね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。モンドラクコンボということで、はい、ダメージと毒と両方で倒すデッキですね。同時に1試合でね2回相手に敗北を与えるデッキですね。はい、もうそれだけです。だから今日は対戦動画1回だけです。はい、非常にこの決着つけるのに時間かかった。もうそこに特化してるからね、まあきついね、なかなか決まらん。普通にあの毒殺になった方がはるかに簡単なんですけど、あくまでもダメージと毒両方で倒したかったんで、ちょっと縛りがきつかったね。はい、まあそんな感じで一度で二度倒したい人はね、ぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。